現在のイラン全土とファールス地方ペルシア。ペルシャは現在のイランを表すヨーロッパ側の古名である。漢名はペルシャ、ペルシャ国。ペルシャと書いてペルシャ、ペルシアと読ませることもある。イランの主要民族、主要言語の名称でもある。古代ペルシア人はパールサを自称していた。それを古代ギリシャ人がペルシスと発音するようになり、さらにラテン語で ペルシアとなった。かつて、イランに対する外国からの呼び名として、ペルシアが用いられたが、1935年3月21日に、イランに改める要所外国に要請したものの混乱が見られ、1959年、研究者らの主張により、イランとペルシアは、代替可能な名称と定めた。その後、1979年のイランイスラーム革命によって、 イスラーム共和国の名を用いる一方、国名はイランと定められた。イランの主要民族、主要言語は、現在もペルシア人、ペルシア語と呼ばれている。なお、イラン人、イラン語は、ペルシア人、ペルシア語とは示す範囲が異なり、大体可能ではない。歴史的には、古代ペルシアのパールサ地方パースサのこと。語源は、騎馬者を意味するパールスパース。ギリシャ語では、 ペルシスと呼ばれ、現代イランで、ファールス地方にあたる。ペルシアに相当する日本語や諸外国で表記される語は、現代のペルシア語ではイラン、または、パールサの現代形のファールスと呼ばれている語である。例えば、ペルシア語ファールス語に相当する現代のペルシア語ファールシーと呼ぶ。また、この地に起こったペルシア帝国と呼ばれる、小王朝も指す。ただし、 同じ地に起こったパルティアは、ペルシアとは、語源的に、無関係である。イランの文化や、特産物に対する呼び名としても使われる。ラテン文字表記、ペルシア、金八郎衛門編、明治改正大日本国名人、世界国名人 PQ、1886年、金沢、金八郎衛門。矢は、大きい字で表記。海底版世界の民族地図 P155 高崎、 道広著百9 9 7年12月20日初版第一冊発行ありがとうございます。